小説の技巧というのをなんで読んでるかというと、たまたまですね。たまたま、島田雅彦さんの小説の書き方みたいな本があるっていうのを見て、そこに対するその批判の中で、こっちの方がいいっていうふうなレビューを見て、見てみたんですね。で、結局それで、これはやっぱり英米圏の書物なんで、原書と比較しない、原書を見てみないとわからないだろうということで、そんなに高くなかったんですけど、原書が古本であって、それを買ったので、日本語の元の訳の方も、あれ、読もうと思って、ほったらかしになって、これ Amazon で相当100円ぐらいかな、であったんですけど、ほったらかしになってたんで、さすがにちょっと、寝かしてあって読んでない本を読むというふうなことが、最近の目標にしているので、一応見てみようと。でも完全に忘れてましたね。ブロンテ姉妹とか、そう懐かしい名前が出てくるし、まあもちろんほとんど文学的なものは最近はピエール・マシュレーの文学生産の理論じゃないや、文学生産の哲学っていうふうなタイトルになっている、確か全然違うタイトルの本と、あとポール・ドマンの関係で、それも批評として面白いなっていうだけで、元の作品を読んでみようとは思わないわけで。じゃあ、そのような批評としての面白さっていう、批評の理論的な面白さっていうことと、で、ポール・ドマンとかピエール・マシレっていう人は完全に、だからもう、哲学者の部類ですから、もう完全に批評の理論ですね。で、理論のパズルの面白さみたいなところがあって、吉本さんの批評とは全くまた違うわけで、吉本さんはポール・ドマンを、何で言うんですかね、なんだっけ。ニーチェ化したマルクス主義だったかな。よくわからない批判の仕方してましたけど、要するにマルクスのこと、で、まあそういう言い方は結構あって、そのマルクスにぶち当たらなければ、で、マルクス主義と対決しなければ、本当の意味で、その思想というのは開けないんだっていうふうな、態度を、というふうに、画伝飲水というか、吉本さんが言ってることを引けば、確かにデリダがそうであったように、デリダという人はポール・ドマンっていう人が結構後押しで結構盛り立てたみたいですけど、で、一緒にデコンストラクションっていうふうな、だからいろんなデコンストラクションっていうのは、だから揚げ足取りじゃないかとかいろんな話ありますけど、まあ、その人の論点の中心、その人のある作、ある物書きの、物書き何でもいいんですけど、ある進化の根本的な、その人の根本的な命題を使って、その人の言ってること自体を突き崩していくと。盲点と。要するに、その人が、だから、まあ、これなんか吉本さんがよくなんて言ってたのかな。これが弱点だと思って、襲いかかってきた時が逆に自分、襲いかかった時が自分が一番逆に弱いにさらされてんだ、みたいなことを言ってた時があって、それに、今話していて似てもなくもないかなって気もしたんですが、要するにその人の論点、ある作家なり物書きの論点の中心点自体の中に、その人の論拠を突き崩していく。だからそこで、倉谷公人さんなんかが、ちょっと、ど真んのところに行った時に、デコンストラクション、ゲーデルとかの話を、ゲーデレッシャーバッハって本もありましたけど、それは倉谷さんの本じゃないですけど、だなっていうふうな、気もしますけども、その人が言いたいことの中心、その人の、その人の、自身の、言ってることを、崩壊させてしまうことが含まれているという話ですね。で、今、こうやって話してて、その現象がどこに行ったのかなと思って、ちょっと見てるんですけど、まあ、で、今ちょっとざっと小説の記号ってこれ、見てきていて、面白いなと思ったのは、まあ、昔の映画みたいなところもありますけれども、あれですね。やっぱりガデン飲水、まさにまたガデン飲水ですけど、結局ジョイスの、文法を無視してるけど分かってしまうという言い方。で、この人が言うには、この小説の技巧の人が言うには、そもそも我々は文法など意識していて話をしてしまう、してじゃないか。いや、それを言っちゃおしまいよって話なんですけど、文法を意識して話をしてんじゃないっていう。まあ、文法っていうのは後からつけられたもんだ。
で、文法、でも逆に英文法を学んでないと文法がわからない。まあ、まあ文法じゃない。英語自体わからないとか。まあそういういろんな言い方がありますけれども。まあそれはだからあれでしょうね。今話しててやはり思いましたけども。今回国葬がどうのこうので、エリザベス女王の話がありましたけども。やはり英語圏というのはあれ、植民地にあれでしょうね。教え込むのに結構、いろんな、言語を教え込むのにいろんな工夫をしたんでしょうから、その、一端が現れてるのかもしれませんね。その英文法を、教え込まないと、その、で、まあ、そういうふうに、それは日本人、僕が読んだのは、今、あんまり、評判が芳しいとは言えない、もう亡くなった渡辺正一の人の、さんの本ですけど、知的生活の本だったのかな。要するに、学校で教える英文法、日本の学校で教える英文法を学んでいない人なんていうのは、信用できないみたいなことを言って、その時それを聞いた学生が、まあ、そういう学生もそういうのを学んで、受験競争を生き抜いてきたわけですから、あれ、拍手喝采してされたみたいなことがあって。で、今、原書ですね。原書が手にあった。原書は非常に薄いし、非常に簡便な本だっていうのがわかりますね。まあこれ日本語、結局だから原書がわかればいいってなって、日本語の訳にした時のズレを持って理解としなければならないっていうことを身に染みて感じるところなので、原書がわかればいいのか、いや、両方ともわかんないけども、ズレてるのはわかるよっていうことでいいんじゃないですかね。で、ジョイスのところは、インテリアモノローグか。インテリアモノローグ。ユリシーズですね。で僕が持ってるのはヘネガース・ブレイクなんで。で、まあ日本人が、まあどっちにしろ両方とも日本人の人がすごい翻訳をどうしたらいいかってすごい悩んでいろんな実験してますね。そのバリエーションがまた面白いっていう話があって。で、あと、羅漢ですね。羅漢がやっぱり、ジョイスを非常に重視した。その文法が外れてくるところの無意識の言語みたいな話になってくるのかもしれませんけども。だからそもそも、そういうふうな言い方をすれば文法が実在するのかと。機械的に教え込むのに有利な感じでやっていく。で、まあ、英米系の、というか、特に、まあ僕が読んだものがそうなのかな。結局その教育論で言うと教育が階級格差を解消するんじゃなくて再生産してるんだっていうふうな話がありましたけど、これはまあピエール・ブルニエも似たようなこと言ってたと思いますけど、教育でだから選別機構で結局排除するための機構みたいになっていて、知識を身につけ、まあ、知識というか、ある一定のビヘイビアを身につけられ、つけることができたものとできなかったものというふうに、デスタンクションって差別が起きてしまって、で、結局って言い方になりますと、さっき言ったのは、まあ、文法というものもそういった類なのかなっていうふうに、ちょっと、植民地支配のことと比較して、ちょっと思ったりもしましたね。要するに植民地支配のための文法って考え方もできるのかもしれませんね。ただまあ、金谷さんが言うように、英語圏でも、ノルマン制服っていうのはなければ、こういうふうな英語っていうのはそもそも存在しなかったって話があり。まあ、それで言うとどうなんですかね。よく、イギリスの歴史と日本の歴史を比較する人がいて、というと、日本にもノルマンの制服みたいな言語の、なんか変化があったんですかね。ノルマン王朝っていう、どうせフランス語を主とするのが、支配されちゃったせいで、なんか、フランス語と、宮廷語とだから、一般語が、民衆語が違って、クレオール化っていう、言語の合体が起きて、それで今の言語が英語になっちゃったと。だから、古い英語はちょっと、相当かなり違って、文法的には主語がなかったり、省略もあったりして、日本語に近いんだという話があったりして、まあそうなると日本語とは何かと。だから、要するに、まあそれはエスノセントリ、まあナショナリズムとかエスノセントリズムみたいな批判で、日本語そのものとは何かと。で、まあ、国語っていうのは人為的に作られるもんですから、
その国語の人為性というものも含めて、あと文字、そもそも文字を書いて読むということ自体が、一種の規制であり、制約でありますから、でそこら辺における問題という話で言えば、そもそも、まあ、いかなるものであっても、その、支配の産物であるという言い方になってしまいますね。でも、そうではなくて、その、文法とか、言語に、その、活路を見出すという立場からすると、また違う方の形になっていくと。で、まあ、吉本さんのことを引き合いに出していたのは、だからその外部で、だから、ボケ論でも言ってますけど、まあ、日本の文法論が無味乾燥であるみたいなこと言ってましたけども、その外部のからアプローチで行って、その言語に対する、ある種の別のイメージ、ビジョンを出せるっていうふうに、またはもっと、あるいは自分で持っていて、それをどうやって表現するかってこともあったんでしょうけども、非常にその外部の問題がありますね。外部の問題というか、言語の外部を持って言語を語ろうとしたのが吉本さんであるというふうな、まあこれも栗本さんの評価なんですけど、で、栗本さんは言語にとって美と何かについて、評論を書こうとして、終わらないのでやめたって言ってましたけど、要するに、そういう問題があるんでしょうね。で、まあ、全く関係ないやつですけど、今ちょっと、デビッド・ロッジの現象を見取りながら、その本を探していたときに、昔の現代思想業者みたいな、作品者が出てた対談集みたいなのの、唐谷公人と西部進のやつがあって、で、唐谷公人が笠井清か。ほんで、西部進が、長崎博か。で、当時その栗本さんが西部と唐谷っていうのは、すごい親友だったって言い方してて、結局同じことを逆の面で言ってんだって言ってた節もありますけど、それを思い出したら、唐谷さんって今西部さんが亡くなった時、なんか感じるものあるんですかね。なかなか、結局同じ酒場で会ってたはずですし、確か西部さんが最後に亡くなる前に行った、飾っていう店は、唐谷さんも結構常連で見たことありますから、それで思い出したけど、唐谷さんと島田さんがいるとこ、で、島田さん、一番初めにこのデビッド・ロッジの小説の技巧を読むときに、だから島田さんの批判であったっていうんで、島田さんたまたま会ったんですね、飲み屋で。そしたらその時、買ったばかりで全部手に持ってたんで、島田さんの本を含めて持ってたんで、それ見したら、知らないって言ってたけど、このデビッド・ロッジって人知らないっていう、まあ、知る必要はないんでしょうけど、まあ、それでなんか、そういうまあ、実際になんかあったり会わなかったりしたとか、そういう、まあ、島田さんは僕のこと知らないですけど、単にたまたま飲み屋で何回か会ったことがあっただけであって、その、あったり会わなかったりっていうこともあって、印象に残っていて、たまたまその本が落ちてくるんです。それ手元にね。だから、これをだから、ちょっと、せっかく買ったんだから読まなきゃ無駄じゃんみたいな感じもありますけど、読もうと思った次第ですね。